はこれ自分でタフティングして作ったもので、リーンロゼのトーゴっていうシリーズなんですけど、ここに自分で好きな文字入れられるんですけど、こんにちは、ようこそ、どうぞお入りください。リカと申します。仕事は広告代理店に勤めてます。この部屋を選んだ理由は、コロナになってちょっと後にリモートワーク始まったんですけど、それで職場兼自宅として使える広い部屋を探していて、それで程よい広さだったのでこの部屋に決めました。職場兼自宅になるのでリラックスもできて集中もできるような空間作りは意識してます。部屋の気に入ってるポイントは、とにかく窓がたくさんあって明るいので、日中仕事する時も明るい気分で仕事ができて気に入ってます。ここが玄関スペースになります。一番メインのインテリアがこの武田鉄矢さんのアートになるんですけど、今年の夏に中目黒にあるギャラリーに行って実際作品を見てから、あ、素敵だなって思って購入したものになって、でこの額装はつい最近業者さんに頼んでつけてもらったんですけど、ちょっと西洋風な額装と現代アート合うかなって思ってチョイスしてます。隣にある植物はこれフェイクなんですけど、うち猫がいるので基本植物フェイク置いていて、でこれはパイナップルの木かな、確かちょっと絵に合わせてチョイスしたものになります。あ、この床が実は DIY で全部フロアタイル敷いていて、こんな感じでちょっと剥がせるんですけど、元の床のタイルがちょっと掃除しにくい素材だったので自分で敷き詰めてみました。で、あとはうちの間取り的にこうクローゼットがすごいたくさんあって、でこの一番端のところをシューズボックスとして使ってるんですけど、こんな感じで、これが100円ショップで買った靴入れなんですけど、すっごい便利でたくさん使ってます。でお気に入りの靴は、今年購入したのだとこのフィラのちょっとグレージュっぽいスニーカーなんですけど、これが私よく黒い服着てるので、アクセントカラーとしていいかなと思って今年の夏に確か購入したものになります。ここがリビングダイニングスペースなんですけど、玄関入ってすぐ扉があって、でこの白いのはキャットタワーで、やっぱり棒タイプでかなり揺れにも強いので気に入ってます。いつも上までちゃんと登ってくれて、ここから私のことをうちの猫が見下ろしてくれてます。この子がうちのにゃんこのペペくんです。緊張しちゃうね、で、椅子はワイチェアとフリアチェア、皆さんもご存知の方多いと思うんですけど愛用しています。あとこれがちょっとお気に入りなのでぜひ紹介したいんですけど、 iPad ケースで iPad を収納できるんですけど、なんか私ガーリーなものよりこういうちょっとストリートじゃないですけどカジュアルなものがアクセントとしてすごい好きなので、これをすごく愛用してます。このランプも有名なので皆さんご存知だと思うんですけど、フロスのベルホップっていうランプで、ちょっとこの辺り明かりが少なかったのでポータブルな小さいランプ欲しいなと思って購入したものになります。アメリカのブレビルっていうメーカーさんのエスプレッソマシンなんですけど、アメリカのものなので変圧器トランスが必要で、ちゃんとセットアップできてるか不安になっちゃって、実はまだ一度も使ってなくってなのでちょっと物置みたいな状態になっちゃってるんですけど、ちょっとこの火を機に使ってみようかなと思います。これがインテリアっぽく見えるんですけど、プロジェクターで
ポッピンアラジンのプロジェクターなんですけど、これも結構面白くて、この上から光が当てるんですよ。なので映画見てる時に天井がすごい綺麗にライティングされて、ちょっといいムードになるので結構愛用しているプロジェクターになります。こちらがキッチンスペースになるんですけど、これ実は天板 DIY していて、もともと備え付けのこうパコってはまってる IH があったんですけど、それが気に入らなかったので、できれば真似してほしくないんですけど、私はちょっと引っこ抜いちゃって、薄いアルミ板敷いて、でその上に白のリメイクシート貼ってます。あとこの水切りラックも結構お気に入りで、インターネットの広い海の中で見つけた一番シンプルでインテリア寄りの水切りラックになっていて、すごいお気に入りです。食器も結構好きでいろいろ集めてるんですけど、この一番好きなのがこのチボリっていう、イタリアのよくレストランとかで使われるようなこうボテッとしたデザインの食器がすごい好きで、一つ一つちょっと高いんですけど、まあ、コツコツ集めてるっていう感じになります。これがキッチンマットとして使ってるマットなんですけど、実はこれ自分でタフティングして作ったもので、私のインスタグラムに結構ペッペ君載せてるんですけど、その中でも一番顔が人間っぽく見えて、フォロワーさんからすごい好評の投稿があって、でそれを今回デザインとして起こしたラグになります。これがちょっとハチカバー割れてるんですけど、実はこんな感じでうちの猫ちゃんがいたずらで割っちゃったんですけど、なんか割ったまま飾るのも可愛いなって思って、こんな感じで使ってます。いかがですかね。私は気に入ってるんですけど、小物入れなんですけど、この脳みその形しているのがすごい可愛くって、これは友人がプレゼントしてくれたんですけど、こういうちょっとなんか個性的なものが好きなので集めてます。でこの横にあるこのライトが見えるかな、これ実はこっちはヘイで買った LED チューブのライトなんですけど、こっちがオリジナルでオーダーしたやつで、英語でアタラクシアって書いてあるんですけど、それをすごいハンドライトなフォント使って、ちょっと抽象的な、なんだろう、オブジェクトっぽく見えるようにデザインしていただいて飾っているライトです。吉本バナナ先生っていう小説家の方がいるんですけど、その方のめちゃくちゃファンで全部読んでいて、でこのミトンとフビンっていう作品が、もう先生がこれを描けたら小説家引退してもいいっていうくらいめちゃくちゃ自信作だったみたい で、私も発売当時すぐ買って読んだんですけど、なんか本当バナナ先生の集大成みたいな小説で、ファンじゃない方が読んでも絶対に泣けるし、こうなんか得るものがあると思うので、よかったら皆さん読んでみてください。めちゃくちゃおすすめです。でこれがうちで多分一番高価な家具、ソファーになります。リンロゼのトーゴっていうシリーズなんですけど、かなり座り心地よくって、ツーシーターだけど割とコンパクトなので、一人暮らしの人におすすめの二人掛けのソファーになります。結構床の色ともコントラストがあって、まあ、いいコーディネートになってるかなって自分では思ってます。こんな感じで元の床が結構オレンジっぽくてポップだなって自分では思ってたので、ちょっとダークトーンなフロアタイル選んで、15畳うちあるんですけど、もう全面頑張って一人で DIY しました。実は転職組で今の会社2社目なんですけど、もともと IT 企業にいて、で、まあ、そのスキル活かせる範囲で違う業界に行きたいなって思って広告業界に移りました。で仕事とは別に趣味でインスタグラムやっていて、それは主にこの部屋インテリアメインで投稿しているっていう感じで、投稿するときは、まあ、画角的には私は絶対に水平垂直を死守する
みたいなことは、まあ、やっていて、でコンテンツ、まあ、中身はあんまりこう飾りすぎ、片付けすぎないとか、こうかっこつけすぎないとか、やっぱり私の生活感みたいなところを皆さん見たいのかなって思うので、もう本当にこう家帰ってきてパッて撮ってパッて載せるみたいなことを普段はやってます。インテリアの選び方はなんかこう一つ一つのアイテムへの愛着とかこだわりももちろんあるんですけど、一番大事にしてるのはトータルのこう引きで見た時の色の統一感だったりとか、こう素材の組み合わせのこうなんか意外性だったりっていうところが、まあほぼ無意識レベルですけど、なんか結果的にそれがいい味を出してるのかなって思ってます。ここが私がいる時間が長いスペースで、仕事道具でいうとこのヘッドヘッドホンが結構お気に入りで、私も不勉強でいまいち詳しいことは分かんないんですけど、開放型って言われてるやつみたいで、こう装着しても閉鎖感がなくって、まあ、家で使っててもこうリラックスしてノンストレスで使えるのですごい気に入ってます。この PC スタンドがすごいお気に入りで、モフトのなんですけど、今これスタンドになってるんですけど、こういう感じで解体すると PC ケースになるので、でも持ってる方意外と多いと思うんで知ってると思うんですけど、こういう感じで収納もできます。このライトがIKEA で売られてるライトなんですけど、日本でもう販売終了になっていたライトで、ただ私どうしてもこのライトが欲しくって、ネット上でいろいろ探した結果、まあ、当時キプロスの IKEA になら在庫があるとっていうことだったんで、インスタグラムでキプロス在住の方に片っ端から DM 送って、でどうしてもこのランプ欲しいんですけど代わりに買ってくれませんかっていうお願いをして手に入れたものです。隣にあるこの時計も有名なトゥエンコっていうメーカーさんなので、ご存知の方も多いと思うんですけど、こうなんか部屋の中に一つレトロなアイテム取り入れたいなって思ってこれを選びました。あとこれがルラボからいただいたフレグランスなんですけど、トンカが確かバニラに似てる香りで、私甘めなのがすごい好きなので気に入っていて、で今フルリモートでこうなかなか外に出る機会ないんですけど、家でも部屋にかけたりとかっていうのもしてます。でこのフレグランス、ここに自分で好きな文字入れられるんですけど、私はユーフォリアっていう英単語を入れていて、これが幸福感とか浮遊感みたいな意味なんですけど、フレグランスを使う時にそういう気分に浸りたいなっていう感じでこの単語を選んでみました。次はここが結構私が気に入ってる一角なんですけど、このブラインドカーテンは夜になったらここ全部閉めて、でスクリーンの代わりに使っていて、ここにもうプロジェクターの映像を投影して映画とかドラマを見てるっていうのをやってます。であとこれが業務用として売られてたファンなんですけど、業務用なのですごく風が強くて、実際はこんな感じで爆風なんですけど、これを今パワーコントローラーを追加でつけて調整してるので、こう家庭用として使えてるっていう感じで、シルバーのアイテムアクセントで入れたら部屋閉まるかなと思って選んでみました。これはミラーボールなんですけど、夜プロジェクターがここまで結構大画面で投影されて、でこの下半分に光当たるので結構夜部屋がキラキラになって綺麗なので、皆さんももしよかったらプロジェクターとミラーボールセットで使ってみてください。いい雰囲気になります。
こっちの方に行くとベッドルームのエリアになるんですけど、こだわってるのはこれも IKEA で買ったんですけど、高さが160-170くらいあるストレッチャーなんですけど、値段が確か7000円とかで、フェイクって結構リアルより高くって、この大きさだと例えば2万とか3万とかするんですけど、まあ、掘り出し物で7000円くらいで買えてラッキーっていう感じで、すごい気に入ってる植物。奥にあるあのオーディオ機器は韓国のブランドで、 Bluetooth で音楽聴けるし、実は CD も入れられて、あとラジオも聴けて、で上がスマホ置くと充電できる、あのワイヤレス充電できるオーディオ機器で、インテリアとしてもデザインすごい可愛いので気に入って。この絶妙な間取りの広さ、だいたい15、16畳あるんですけど、まあ、ワークスペースも作れて生活のスペースも作れてっていうので、こうメリハリがつくようにコーディネートできるのがいいなって思っていて、気に入ってるポイントです。次に住みたい家は、今ちょうど次に住む家を探してて、次私倉庫を買ってイノベーションして住みたいなって持っていて、まあ、住宅兼職場兼、なんかこう友達が遊びに来れるようなこうなんか集い場みたいなところを作ろうと企んでます。